こんにちは、堀秀夫です。自力で稼ぐスキルがあれば、自由気ままに生きていけます。オーストラリアアマゾン輸出を始めるメリット、自分で稼ぐ力を身につける。長生きなんかするんじゃなかった。人生最後を悲惨な状態で迎える人が今急増している。なぜ、どのようにして人は破産してしまうのか。厳しい老後破産の現実はあなたも無関係ではないと。日本の未来、日本人の未来真っ暗闇という感じでね、結構悲惨なニュースが相次いでいます。年金もらえるなんて誰が言ったと。ちょっと違うような気もしますけど、そんな小馬車だってね。今やそんなの見かけないですよね。さすがに、ごまかしようがなくなってきたほど、年金もうダメでしょうと、ね。なぜ日本人が安心して長生きするためには自分で稼ぐ力が必要か、ね。人の寿命よりほとんどの会社の寿命は短いです。ですから自分で稼ぐ力を身につけてないと高い確率で訪れるリストラ、ね、あるいは倒産に覚える毎日です。今の日本の人口構造では年金も当てになりません。運よく定年まで会社が生き残ったとしても、老後を人間らしく生きていける年金はもらえません。どうしてこんなことになっちゃったのか。ね、失われた30年なんて言われてますけど、これね、最近、Facebook で流れてきた画像を見て調べてみてね、分かっちゃいたけど凄まじいなと思いました。ね、高卒初任給、公務員の高卒初任給の推移です。昭和30年、今から60年前、5900円。その後30年経って昭和60年になったら95500円。30年間で16倍に増えてます。高度成長期ってやつですからね。16倍増えてるんですけど、問題はその後の30年、平成27年まで、昭和90年、144,600円。30年で 1.5 倍と。いくらなんでもこれはね、変わり映えしなさすぎだろうという感じです。凄まじい成長の鈍化。他の国はね、この間に、アジアなんかはこの、まさに日本と同じようにね、30年で16倍、あるいは中国なんかそれ以上のペースで成長したわけです。オセアニア、オーストラリアもそうです。そんな中、はっきり言って世界中で日本だけが、低成長というか、もう30年で 1.5 倍ってこれほぼ成長してないですよね。無成長ってか衰退してます、日本が貧しい国に転落したのも頷けます。そんな前途多難な日本の未来も輸出ビジネスに目を向ければ明るい材料があります。日本には輸出をすれば儲かる商品がいくらでもあります。そらそうですよね。他の国が成長している中、物価が高くなっている中、日本は30年前と、物価があまり変わってないわけですから、日本から、海外に持ってきゃ高く売れる商品はいくらでもあります。そして、さらに、オーストラリアへの輸出ビジネスにチャンス到来。人口は少なくても、購買力旺盛なオーストラリア。シドニーで暮らしていた私は、オーストラリア人の豊かさ、金遣いの荒さがわかります。今もシドニーで滞在してますけどね。やっぱり日本から来るとギャップがすごいです。やっぱり景気のいいっていうことはいいことだなというふうに思います。しかし、一般的な日本人は、オーストラリアの消費力を低く見積もりすぎています。ボクシングで盛況予測と、これオーストラリアの、ホリデーシーズンのボクシングでなんと1日の売り上げが2000億円です、そしてさらにオーストラリアは世界一金持ちが多い国になりました。今年ね、スイスを抜いて世界一の金持ちになりました。オーストラリア、オーストラリアのアデレード、メルボルン、ホバート、そしてもちろんシドニーもクルーザーを持っている人は結構います。どこの都市の、ヨット置き場もクルーザーたくさん泊まってます。
しかも中古のカローラでね、クルーザーを引いているというね、絵面は日本では見られない光景です。さらに、ね、シドニーにはプール付きの家がたくさんあります、ね。いつプール入るんだってぐらいね、そんな暑くないんですけどね、それでもプールあると。だってプールあった方がかっこいいじゃんみたいな感じでしょうね。プール付きの家がたくさんあります。ね、まあ、超がつかない高級住宅地にもプール付きの家が普通にあると。プール作るのはむしろ日本より高いんですよ。で、維持費もかなりかかります。プールを作っちゃうとね。なのにプール付きの家がたくさんあります。これが過去27年間、景気後退したことがないオーストラリア。ね、過去27年間不景気しか知らない日本とは消費マインドが違います。そんなオーストラリアに始まった、ね、アマゾン、オーストラリアアマゾン。3年後の売上予測は7兆8000億円。これはオーストラリアのシンクタンクの予想です。オーストラリアの第6位の小売業になるだろうと。アマゾンは第6位の小売業になるだろうと。その時の売上は、6兆2400億円から7兆8000億円と。ね、まあこれ為替やら何やらによってずれますけど、まあいずれにしてもね、この7兆8000億円っていう数字は日本の7倍、日本のアマゾンの7倍です。ですからね、もう3年後には日本よりはるかに大きな市場になっていると。まあ、数ヶ月先、あるいはね、1年先には日本と同程度の、もうボリュームにはなるというのはほぼ確実です。そのオーストラリアでは、例えば、日本ではわずか1600円のね、この、プラモデルのパーツ、ドゥカティってオートバイのパーツですね、プラモデルの。それが1600円で売ってるものがオーストラリアだと110ドル、ね、5倍以上で売れてると。まあ、そんなオーストラリアアマゾン、まあ、これから成長するわけですし、金持ち多いわけですし、もう今始めない手はないと、今すぐ始めた方がいいです。まあ、何しろ、日本とオーストラリア、もうライバルの数が全部違います。全然違います。日本とアメリカとオーストラリアの、出品者数、ね、比べています。任天堂のスイッチ、まあおそらくね、去年のホリデーシーズンで一番売れた、ゲーム機です。オーストラリア、あ、これはアメリカだ。アメリカの出品者数、161名です。そして日本の出品者数、ね、日本の出品者数は151名です。ただし、ね、日本の場合は品質に厳しいんで、新品であってもね、アメリカとかオーストラリアでは新品であっても、日本の場合はね、中古と言って売る人も多いんで、まあ、中古が36出品ありますんでね、実質アメリカより出品者数多いです。市場はちっちゃいのに出品者数が多い。さらにね、こういうふうにね、新品なのに状況説明が必要と。アメリカの、新品には状況説明ないですよね。だって新品なんですもんね。日本だと新品でもね、逃げの断り書きとかね、なんかそういうのが必要になってくるという恐ろしい国です。まあ、だからこそ仕入れには、うってつけの市場です。まあ、そんなわけで、日本とアメリカはかなり厳しいという状態、百何十名のライバルいますけど、一方オーストラリア、わずか13名、もうまさに桁違いですね。まあ、当然のことながら、コンディションなんてね、新品でコンディションなんてめんどくさいもん書いてる人はいません。ね、まあ一番売れた、ね、スイッチで13名ですから、まあほとんどの商品はライバルなんていないです。まあそんなオーストラリアアマゾン。まあ、あなたが今すぐオーストラリアアマゾン輸出を始めるべき3つの理由。1、アマゾンは実績重視、新参者に厳しいシステムです。始めるのは早ければ早いほどいいです。アマゾンは取引実績がたくさんある出品者が好きです。取引実績がある出品者は出品可能。しかし、新規出品者は販売許可が必要という商品も出てきています。これは、まあ、以前出品した人はね、もうそのまま出品できたのが、つい先日入った会員さんが出品しようとすると、この書類を出せというふうに出てくると。まあ、これなぜかというとね、すでに、取引実績がある人だったら変な商品出さないというのはわかりますけど、まあ、新規で出品する人はね、どんなの出すかわかんないからちゃんと下仕入れをしてるのかなというのの確認が必要になるというわけです。まあ、これね、初めから、こんなことやってたらね、その商品、なかなか出品者出てこないんで、まあ、初めは、もうとりあえずもう出品できちゃうと。ね、ただ出品者がある程度、
ね、確保できて、まあ十分だなとなると、これ以上の出品者には書類出してもらおうというようになる。まあそういう仕組みです。二つ、ね、初めの頃は間違えた商品を扱っても多めに見てもらえます。ね、これ、間違いを起こしても、お咎めなし。ね、なんか納品間違えちゃったとか、出品しちゃいけないの出品しちゃったという時もね、よっぽどひどいやり方じゃない限りは、まあ今、まだ出品者少ないので、今後気をつけろよぐらいの感じです。日本やアメリカの場合はもうね、間違いを起こしたら退場です。そして三つ目、ね、先日のその、12月26日のボクシングデーのキャンペーンで購入者が増えました。アマゾンね、まだ始まったばかりで、アマゾンって、買い物できないよね、Kindle だけでしょうと言ってたような人がね、おアマゾン物売ってるじゃんというのにね、気づいて利用者が増えてきてます。まあね、利用者増えて、始めてすぐに入れた商品が売れたらやっぱ楽しくスタートできますんでね、今は絶好のタイミングです。アマゾンが、ね、オーストラリアでマーケットプレイスを開始しました。日本に住んでいるあなたに、オーストラリアアマゾン副業で、今の本業より稼ぐことができるチャンスがやってきます。ね。この下の部分にね、ここをクリックして、アマゾン輸出サポート申し込みページを見てくださいというリンクがありますんでね。そちらをクリックして、アマゾン輸出サポート申し込みページを見てください。他にどんな商品が高く売れてるのか、ね、なるほど、面白そうだな、やってみようと言った場合ね、いくら払ってどんなサポートが受けられるのかをご紹介しています。こちらをクリックして確認してください。以上、堀秀夫でした。